選手をコールしましょう。第2位、はい、兵庫大会が開催されるアクリエ姫路に到着しました。本当ね、建物も綺麗ですごくおしゃれな会場でした。テンション上がります。はい、で今ねちょっとカラーリングも済ませて、身長もね測って、コスチュームのねチェックもやって、ホテルにねチェックインしたところです。うん、でカラーリングの方もねこんな感じでいい感じにねカラーリングしてもらいました。うん、腹筋もすごくねいい感じになってますね。で、まあ、一つねちょっとすごく残念だったんですけど、今回のねために買ったパンツ、まあサーフパンツをね買ったんですけど、これがねちょっとパツパツすぎてNG が出ました。だからね、この買ったパンツがね、ちょっと履いて、ステージにね、立てないっていうような形になりました。ただね、このパンツですよね。このパンツはね、なんと、僕の尊敬する大林高生のね、履いていたパンツなんですね。で、このね、パンツのね、チェックは OK 出ましたんで、明日のね、ステージはこっちのね、大林さんからね、譲り受けたこのパンツでステージに立つことになると思います。まあ、これも何かのね、あれですよね。大林さんがね、ビルダーに行ったから、もうサーフパンツ履かないから、染田さんあげますよって言ってくれたパンツ。これでね、まあ、兵庫県のステージに立てるっていうのは、もしかしたら、何かがあるのかもしれないですね。まあ、しっかりこのパンツを履いて、明日ね、しっかり結果を残せるように、頑張りたいと思います。で、まあね、今日の夜はね、まあしっかりまたね、干し芋とか、和菓子とか食べて、しっかりね、カーボ、炭水化物を入れてね、体をね、しっかりと張らせる、元気を取り戻す状態を作ってる状態なんでね、まあ、ホテルでゆっくりしながら、まあ体の様子を見ながらね、炭水化物をしっかり入れていくっていう作業をね、やっていきたいなと思っております。で、ね、昨日までね、水もね、ものすごい飲んでて、今日、起きてからまだね、水こんだけしか飲んでないんですね。まあ、ちょっとこれの他に、コーヒーも飲んでるんですけど、まあ、昨日までやっぱり水8リットルとかガブガブ飲んでたんで、なんですかね、あんまり喉が渇かない。まあ、コーヒーは飲んだんですけど、まあ、まだこんだけなんで、多分まだ500ミリも取ってないですよね。ただね、トイレに行く回数っていうのはやっぱすごい増えてますね。水がちょっといい感じで抜けていってるのかもしれないですね。まあこんな感じで、大会明日なんで、今日はね、ホテルでゆっくりしたいかなと思います。皆さんこんにちは、Bレジェンド、スミラです。いよいよ大会当日になりました。まあここまで約5ヶ月間ぐらい減量してきて、でやっと大会のね、当日を迎えたっていう形で、まあここまで準備してきたことを、まあ、ステージ上でね、しっかり表現できるように、まあ、自分の出番がね、お昼から、まあ、3時ぐらいになるんでね、そこに向けてしっかりとね、最終のね、調整をして、まあ、ステージでパフォーマンスできるようにね、頑張っていきたいと思います。まずはね、30人から12人の予選審査残って、で12人から6人、で6人から上位っていう形でね、まあ、しっかり上位にね、食い込めるように頑張っていきたいと思います。目標、それはもちろん、オールジャパンでね、こう12位以内という目標で今年はやってるんで、まず兵庫県でね、まずしっかり1位を取りに行きたいというところは自分の目標でやってます。まあ、ただね、30人近くいてレベルはかなり高いと思うんで、まあ、なかなか難しくなってくるなと思うんですけど、まあ、今ここまでね、積み重ねてきた5ヶ月をしっかりステージ上で表現したいと思います。じゃあ行ってきます。はい、ファーストラウンドが始まりました。まあ、僕の階級はね、176センチ以下級の階級で、まあ、やっぱりこの兵庫メンズフィジークオープン、すごい人気がある大会でして、出場者もね、本当に多かったですね。30人近くおりまして、でやっぱりステージ1回じゃ並びきれないんで、まあ、こんな感じで、こう、グループを分けて、審査するっていう形で今のね順位付けを行っているような
感じです。30人から、12人ですかね。12人に削る審査を今行っているような感じです。僕が履いている大林パンツどうですか？似合ってますかね？こういう感じでね、綺麗なカメラで撮っていただくと自分のねポージング見直すきっかけにもなるしね、本当にあの勉強になりますよね。ちょっとね自分ができてないところとかの見直しにもなって、まあ、次のねまた大会なんかにこの動画をね活かせればなと思います。でこれあれですね、列の入れ替えを行って、まあ、審査員の方が見やすいように選手のね場所の入れ替えを行ってまたね審査しているというような感じです。でファーストラウンドね、本当ポージングする回数がね多かったなっていう形です。この兵庫メンズフィジーク大会の中でね、ファーストラウンドが一番ポーズ取らされる回数が多かったんで、一番疲れたなっていう個人的な感想ですね。まあただすごく楽しかったなっていう印象です。ここからはあれですね、1列目のね選手をもう舞台袖に履けさせて、まあ、2列目、まあ、僕たちのグループですね、僕たちのグループの審査をこう行っているような形だと思います。まあ、ここでねしっかり30人から12人に残れるように、力を抜かずしっかりとポージングを決めております。ちょっとあれですね、やっぱり顔が硬いですよね。もう少し笑顔があったらよかったなっていう風な感想になります。お、これでファーストラウンドが終了となります。ここから30人からね12人に削られる形になります。はい、ここからはあれですね、ファーストラウンド30人から、まあ、12人に選ばれた選手が登場します。登場するのでしょうか。おっと、登場しましたね。なんとか30人から12人の、ね、中に残れたっていうような形です。まあ、ここからね、12人から6人に絞っていくような審査を行っていきます。こういう形で見ると、あれですね、僕だけちょっとやっぱ色が白いですね。まあ、こういう感じでね、改めて見ると焼きがね、ちょっと足りなかったんだなっていうふうな気づきにもなります。はい、しっかりフロントポーズ決めて審査員にねアピールしていきます。で今年からね JBPF サーフパンツのねルールが変わりまして、で僕は最初の動画でね言ってたんですけど、白いパンツ履いて出るつもりだったんですけど、サーフパンツのね丈じゃないですね、桃のところがねちょっとびっちりしすぎてて、このパンツを履いてね出場出るのができないっていう形で言われたんで、まあ、こちらのね林パンツ履いてるんですけど、ここのね桃の裾のところにね指がねだいたい2本分入るぐらい余裕がないと、まあ、そのパンツを履いてステージに上がれないっていうようなルールがね追加されてます。もしねJBBF の大会出場考えられてる方はその辺ねちょっと踏まえて、減量したりするとね、まあ、足が痩せたりすることもあるんで、その辺ね丈とかねウエストとかその辺しっかり合わせないとで出場できないってこともありますんでね、その辺のルールだけちょっとね知っておいてもらえたらなと思います。で今動画の方はね12人からね6人にね絞る審査を行ってるんで、まあ、しっかり12人から6人に残れるようポージングをね決めていってる形です。
ちょっとやっぱりあれですね、顔が硬いですね。笑顔が足りないっていうのが今回のね、こちらの動画を見て一番思うところですね。でこれ今動画の方では、ファーストコールですね、まあ、12人の中から、まあ、ファーストコール、まあ、1位に近い選手が数名ピックアップされて、こう前に出てね、こう審査されてるっていうようなところをね、審査するところです。でここでね、ファーストコールになんとか入れた形です。まあ、これだからあれですけど、12人の中でトップ4のね、選手が今審査されてる段階だと思います。どうですか皆さん、並んでみて、並べてみて、好きなね、体のタイプの選手はおられますでしょうか。まあ、こういった感じでね、審査員の先生はね、選手をこう比べてこう順位付けを行っているっていうような形になっております。はい、でここからはあれですね、トップ6の、ね、審査に移っていきます。まあ、30人の中から12人の中から6人に選ばれた選手をこう残して、まあ、こういった感じでね、アイウォークですかね、こう一人一人ちょっと時間を取ってあのポージングを決めていくというような形です。まあ、トップ6の、ね、選手だけができる時間ですね。でまたこういった形で、6人を並べてトップ6の選手をね、順番つけていくような形になります。でまあこういった感じでね、アイウォーク振り返ってみると、やっぱり緊張してちょっとガチガチになって、あまりねこう機械みたいなポージングになってるなっていうのが気づきになりますよね。まあ、この辺ちょっと踏まえてまたね、次回とか修正できればなというふうに思います。はい、でここからはトップ6のね、発表になりますね。一体何位に入れるでしょうか。本当にあの呼ばれるたびにね、ドキドキしますよね。次自分が呼ばれるかなっていうのでね、ドキドキしながら、そわそわしながら、こうポージングしながら待ってるような感じですね。はい、この段階であれですね、トップ3が確定しました。さあどうなるんでしょうか、皆さんの予想はいかがですか。はい、ここで染田が呼ばれました。こちらで、ね、順位が3位に確定となります。こちらで、ね、兵庫メンズフィジークオープン大会176センチ下級ね、3位のね、順位をいただいたっていうような形になります。うん、すごく喜んでますね。はい、で前回の動画でね、ゴートレしていたダン君ですね、
176センチ超級の階級でダン君トップ2ですね、2位獲得してます。さすがですねダン君、イケメンですし成績もね2位を獲得、言うことなしですね。ポージングも決まってますねこれは。本当にあの体のラインも綺麗でね、絞りもね本当に良かったですよね。イケメンだな、羨ましいです。はい、皆さんこんにちは、ビールジェンド染谷です。ただいまね7月17日兵庫オープンが終了いたしました。でまず結果からお伝えさせていただきます。176以下級で3位っていう形で終了しました。ちょっとやっぱり1位を取りに行きたかったんですけどね、やっぱりものすごい周りの選手も良くて、まあ、今回3位っていう形で終了しました。これがメダルですね、銅メダルですね。で、まあこちらちょっと首にかけてしまいます。でまあね、今日はここで終わりなんですけど、またね2週間後に、関西選手権がねなんとね奈良のね高田でありますんで、まあ、次のねそこに向けてねまたしっかりとね調整してしっかり仕上げて、次はねもう少しねいい色のねメダルを手に入れるように、頑張っていきたいかなと思っております。はい、大会の結果報告でした。まあ、これからもねもう一段階ねレベルを上げれるようにね、しっかりと仕上げていきますんでね、引き続き応援よろしくお願いいたします。はい、関西メンズフィジック選手権大会がやってきました。まあ、兵庫の、ね、大会を受けて、まあ、ポージングの、ね、修正であったり、あとあれですね、焼き込みの色が、ね、ちょっと薄かったなという反省点もあったんで、この2週間の間にその焼き込みの改善であったり、まあ、ポージングの、ね、若干の微調整の修正を行いました。で、まあ、関西メンズフィジーク選手権大会に挑むというような形になります。でもこちらで早速始まってますけど、予選ラウンドがね始まってます。まあ、兵庫の時に比べると焼き込んだだけあってね、色が周りにね負けてない、しっかり黒くなってますね。でちょっと絞り込みもねもう一段階絞れたらと思いますんで、腹筋のねこく切り具合も少しねバージョンアップできているのかなと、まあ、動画を見て思いますね。であと言われていた顔笑顔のところもねちょっと修正してちょっと意識してる感じです。ちょっと作り笑いっぽいですけど、まあ笑顔のところもね意識してるような感じです。はい、でも早速あれですね、ファーストコールがもう呼ばれてますね。でまあファーストコールで一番に呼ばれて、こうセンターに配置させてもらってるような感じです。まあ、これがねトップ3ですかね、3人呼ばれてるんで、今審査員の先生が3人ピックアップして上位3人を呼んだっていうような感じになります。で右のね男の子が兵庫県の大会でね2位だった男の子ですね。まあ、しっかり勝てるように、まあ、この2週間調整もしてきたんで、まあ、しっかりポーズをとって、まあ、審査員の先生にアピールしていくっていうような感じですね。はい、次はもう決勝ですね。こうアイウォークで入ってポージングをとって、で、まあ、6人からねこうトップ6を決めていくような感じです。まあ、前回のねアイウォークからちょっと硬かったんでね、若干修正を加えてポーズを取るようにしてます。まあ、ちょっと淡白かもしれないですけど、さっぱりとね、こう兵庫の時よりかはちょっとバージョンアップできたのかなと思います。でまあここからねトップ6順位付けを行っていく、ポージングを取っているような段階になります。
はい、ここからはもうトップ6の順位発表ですね。緊張のね一瞬ですよね。ここからトップ6ですね。さあ一体どうなんでしょうかね。さあここでねトップ3が決まりました。あれですね、やっぱりファーストコールで3人呼ばれた3名が残っているような感じですね。はい、ここでね関西メンズビーグ選手権大会、優勝が決まったっていうような感じになります。まあ、兵庫の大会の、ね、結果を踏まえて、まあ、あの焼きの部分とかね、ちょっともう一段階の絞り込みの部分がねうまくいったのかなっていうような形です。で、あれですね、賞状を渡してくれてるの鍵谷さんですね。鍵谷社長が、まあ、あの奈良県のねボディービル連盟のね理事をやられておりますんで、ここでねちょっとあのリアルスタイル同士のこう受賞になってしまったっていう形なんですけど、まあ、鍵谷さんからねこういった形のね表彰をしていただけて本当にね嬉しかったですね。はい、でここでね階級優勝ができたっていうことで、このあとね階級別王者のねオーバーオール審査がありますんで、まあ、そちらのね審査に進めるっていうような権利を得た形になります。このあとね各階級のチャンピオンとねこう並ぶ機会ができて本当にね嬉しい気持ちいっぱいの時ですね。まあ、ただねこの表彰が終わってほんとすぐにねこのオーバーオール審査が始まりましたんで、あんまり時間はなかったんですけど、まあ、今これ並んでるのがね各階級ですね。身長別であったりマスターズであったりジュニアですね、まあ、その各階級のチャンピオンが今並んで、まあ、この中で順位付けを行っていくっていうような段階です。まあ、オーバーオール審査の方もしっかりねポージングを決めて上位入賞をね狙ってる感じですね。やっぱり各階級のねチャンピオンっていうだけあって本当バランスがいいですし、本当に仕上がりもね本当素晴らしい選手がたくさんですね。まあ、この中に皆さんのね好みの選手はおられますでしょうか。でここであれですね左右の入れ替えを行って、まあ、審査員の先生からねどの角度から見てもこう審査しやすいように均等にね位置を入れ替えて再びね順位付けを行っていきます。でもうちょっとこう広がるように今指示がね審査員の先生から入っているような感じですね。まあ、しっかりこう審査するために審査委員長の先生から指示が入って、でしっかり並んで、でポージングを取って審査順位を決めていくっていうような感じです。
はい、でここからはもうあれですね、オーバーオールの順位発表になります。先ほどのね審査から本当にもう5分も経たない間に順位付けをしていただいて、でも順位発表に移っていくというような形です。本当にね段取りがスムーズで、あの進行もね本当にスムーズだったなっていう印象です。本当にここからはあれですね、緊張の一瞬ですよね。はい、でここでトップ5まで絞られた形です。本当に、ね、スムーズにこう順位が発表されていって、あとまあ内心ドキドキしてるんですけどね、これ最後まで残れるかなっていうような気持ちでいるような時です。でここでトップ3ですね。でしょうかね。でここでもトップ2ですね。でこちらのね44番の選手なんですけど、今年のね、関西大会の大会でほとんどオーバーオール優勝しているね、本当すごい選手ですね。結果オーバーオール2位という形ですね。いや本当にねこの44番の選手すごくフィジークらしいね、綺麗な体の形をねしてますね。まあ、これを見るとね、やっぱりまだまだ自分もね、もっとフィジークらしい体を作っていかないといけないなっていうような気持ちにねさせられますよね。まあね、この結果を受けてね、本当またここからね、またねステージ立つまでね、しっかり日々のトレーニングを積んで、またねバージョンアップできるようにねしていかなければいけないなっていうような気づきをね与えてくれた大会でしたね。で大会後はもうずっとね我慢してたね焼肉のね食べ放題ですね。まあ、あれですね、いい肉というよりかはとりあえず量を食べたいということでね、食べ放題のお店にね行きました。もう本当にねこれでもかっていうぐらいお肉も食べましたし、このビビンバとかお米とかね、ほんとサイドメニューとかね、ほんと頼みたいものを全部頼んで、でデザートなんかもね全て頼んで食べました。まあ、とりあえずこのね関西選手権で次の大会まではねだいぶ時間があるんで、でこれ次の日になるんですけど、チーズなんですね、これ去年食べさせてもらったチーズナンが本当にやっぱり忘れられなくて、わざわざチーズナンを食べたいなってなったんで食べに行った形です。本当にね美味しかったですね。濃厚めっちゃ美味しい。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。